はいどうも。えっ、ー、と、今回はですね、えタブセシステムっていう、なんかですね、総理大臣をこう、うん、身内で回すような流れがある話とですね、えー、岸田文雄総理大臣ですね。今の総理大臣ですね。えっ、ー、と、その辺のお話をですね、ちょっとしてみたいかなと思うんですけど、ちょっとですね、 あ、タブセシステムっていうのがあるんだと思ったのがですね、何年前だろう ?5 年ぐらい前なんで、ちょっと、もう忘れちゃったんで、薄い話しかできないですけど、えー、日本のですね、総理大臣をたくさん出してるのは、どこですかっていうお話なんですけど、東京ですか大阪ですかいえいえ、えー、山口県の、えー、 どのぐらい住んでるんだろうな。人口1万人ぐらいのような気がするんですけど、その小さなところがですね、えー、ちょっと持ち回りかどうかもちょっとわかんないんですけど、まあ、そこがですね、えー、たくさん総理大臣を出しているんだよっていうお話をですね、ちょっとしてみたいかなと思いますね。で、えー、さっきも言ったんですけど、ああタブセシステムっていうのがあるんだ。 ああ、じゃあもう、あれ、日本の総理大臣の選び方ってもうなんか、あれ、決まっちゃってるのみたいな感じのお話なんですけど、ええー、まあ、ちょっとまあ、わかりやすいとこだと、こう、安倍晋三ですね。安倍晋三、岸信介、安倍晋三ラインなんですけど、ちょっとそれだけだとですね、えっ、ー、と、数が足りないんですね。ええー、もうちょっと。 えーと、誰だ佐藤栄作とか、そんな感じの人なのかなちょっとわかんないですけど。あれ、この人もそうなのかちょっとわかんないな。わかんないんですね。で、わ、わクくしゃの、結構総理大臣とかですね、この政治のお話はもう、にわかなので、全然わかんないんですけど、とにかくですね、 あの、山口県のですね、片田舎の田伏町というところからですね、えっ、ー、と、山ほど、えー、総理大臣を排出してるんですね。で、えー、ちょっとですね、なんか分かりやすいところを、ちょっと全く調べないで話しちゃってるんで、ちょっと薄い話になっちゃうんですけど、田伏システムでですね、まあ、どっか Google かなんかでけん、Google とかですね、 ヤッホーとかで検索すれば何かしら出てくると思うんでね。まあそこで詳しく話してる人のお話をしてみたらいかがかなと思うんですけど。はい、えー、でですね、えー、今のですね、田伏町の衆議院議員の議席っていうとですね、あの、岸、信夫、えー、 えっと、私はそんなに悪い印象を持ってないんですけど、まあ、安倍さんの弟。で、えー、安倍、安倍家のですね、えー、一応安倍晋三が字なんてことになってるんですけど、晋三ってついてるんで3なんじゃないかなと思ってるんですけど、えー、っと、その安倍さんのお兄ちゃんかなんかがまたいまして、で、安倍、えぇ、ー、信夫さんが安倍さんの弟で、えー、っと、 えっと、岸信介のですね、まあ、統一協会とズブズブの岸信介のお家にですね、えっ、ー、と、後取りがいなくなっちゃうからっていうことで、えっ、ー、と、岸信介の娘、娘婿が安倍慎太郎で、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、岸信介の娘とですね、安倍慎太郎の息子がですね、 えー、4人ぐらいいまして、娘とかができたらどっか養子に出してるかもしれないですね。で、えっと、あ、じゃは3人か。3人いまして、で、一番下のですね、岸信夫さんがあの岸家に、あの岸の、統一協会とズブズブの岸信介さんのところに養子に出されたんで、えー、そうですね。 で、まあ、そうですね、今までの LINE だとですね、えっ、ー、と、岸信夫さんもですね、でも、車椅子乗ってたりするから、もうちょっと無理、身体的にちょっと無理だったかもしれないですけど、防衛大臣とかはやってるんで、えー、ゆくゆくは、みたいな。あ、で、岸信夫さんもですね、なんか息子に地盤を譲るとかですね。なんかそんなお話で、ちょっと待てよ。 はい。まあ、えっ、ー、と、岸信夫さんはですね、えっ、ー、と、まあ、そろそろ、政界引退してですね、安倍さんと同い年、同い年のちょっとしたぐらいなんで、まだ若い、まあ、政治家としてはですね、まだ若いと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、俺の地盤は、田臥の地盤はですね、まあ、息子に譲ろうかなと思ってるんだよね、みたいな感じのことを言ったら、えー、 なんだお前、殿様のつもりかみたいな。お前の地盤ってお前、お前のお前、なんですかね。統治してる領土じゃねえんだぞ、みたいな感じでことで、まあ多少叩かれてましたけど、まあ今ですね、えっ、ー、と、タブセの地盤は、えっ、ー、と、騎士の坊さんがですね、収めてるんですね。で、タブセって言うとですね、<laughs> あ,のあの、私あの、 一回だけ、あの、行ったことあるんですけど、あの、何にもないようなとこでして、何にもないって言ったら、怒られるかもしれないですけど、あの、田舎田舎のですね、えっ、ー、と、山と田んぼとですね、えっ、ー、と、民家がちょ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 とあるような感じのですね、ちょっと桜の地域に行ってないんで、あれですけど、うーん。<laughs> ま、田舎ですよ。普通にちょっと想像してもらっていいと思うんですけど。えー、で、何にもない何にもない、なくてですね。<laughs> あの、人なんかいなくてですね、えっ、ー、と、ドラッグストアのコスモスかなんかに行ってですね、なんか買って帰ってきたぐらいのことで、えっ、ー、と、私も何にもしないんで、もう通って、あ、ここがタブセなんだって思って、通ってきただけ、だけぐらいのとこなんですけど、 ええー。はい。だけどですね。えっ、ー、と、山口県でですね、一番行ってみたかったところがですね、この田伏町ですね。えっ、ー、と、下関とかですね、あっちの方が栄えてて、えっ、ー、と、この辺はですね、栄えてないんですね、山口県。えっ、ー、と、日本海側のがさ栄えてないんで、 瀬戸内海側なんで多少はいいんですけど、えー、私のイメージですよ。こんなに家はないんですよ。これ田舎の家の感じだと思うんですけど、こ、こんな感じですね。もっと、もっと田んぼとか山だらけなんですけど、はい、こんな感じのところがですね、田伏町なんですけど、で、えっ、ー、と、 私が言った時はですね、えーうんまあ、安倍晋三が退いて、割と最近初めて言ったんですけど、安倍晋三が退いて、えー、菅義偉だったかなあれが退いて、岸田に代わってですね、あ、今度の総理大臣は岸田なんだと思ってですね、 どって、岸田がですね、田伏と関係あるかどうかちょっと知らないんですけど、えー、まあ、そんな感じでですね、田伏町にこう入ってですね、えー、車で通ってきただけなんですけど、はい、まあ、えっ、ー、と、西の方からですね、こう走ってきまして、光市のですね、この辺の道をですね、あの、 何を土地狂ったか、山の方にハンドルを切りまして、22号線っていうのをですね、こう、走ってくるわけですよ、私は。光屋内線って書いてあるな。でずっとずっと走ってきてですね、そう、田伏っていうとですね、ちょっと、うー陰謀論があるようなとこなので、どんな怖いとこなのかなと思って走ってきてですね、 ここの交差点にぶつかったんですね。えー、でですね。まあ、何も考えてなかったんですけど、えー、まあ、信号にか、地名の看板が書いてありまして、はい、ここの信号の名前はですね、岸田なんですね。え私、ー、はですね、偶然じゃないと思ってるんですけどね。えー 山、山と田んぼしかねえよ、みたいな。なんだここ、みたいな。お、ちゃうわ。田んぼもなかったな、この道は。山、えっ、ー、と、山道をですね、走ってくるとですね、えっ、ー、と、岸田にぶつかるってことで、はい、えー、なんでね、えー、ちょっとですね、岸田文雄がですね、どこの政治家でどうとかですね、全く知らないんですけど、 えー、ワテクシ的にはですね、あの、タブセと岸田もですね、えー、全く無関係じゃ、ないんじゃないかなとですね、えっ、ー、と、思ってる、思ってるけどね、思ってるんですけど、その、全く関係ないかもしんないですけど、ワテクシはですね、えーあの、一度だけ行ったですね、タブセでこう、最、最初の信号の最初の看板でですね、岸田ってこう、バーンと出ちゃうとですね、 あ、今の、今の総理大臣、岸田だったなってことでね、びっくりしちゃったよってことで。はい、まあ。もうちょっとですね、もうちょっと深い話をですね、するために一回もうち、もう一回調べ直してですね、話してもよかったんですけど、えー、最近ですね、ちょっと、もうちょっとですね、軽くふわふわとですね、話した話すような感じの動画を撮った方が、 できればですね、3分ぐらいに収めたいんですけど、なかなか最近ですね、15分とかそういう長い動画を撮っちゃってるんで、ちょっと良くないなと思ってて、ちょっとふわっとした動画をですね、撮ることにしましたよってことで、はい。えー、なのでね、タブセ町って言うとですね、陰謀論渦巻くとこですけど、えー、山と田んぼとですね、民家がちょちょいの、 ええと、1万人ぐらいしか住んでないようなとこですけど、ええー、と、日本一総理大臣を排出してる、ちょっと奇妙なところでですね。奇妙なとこなんですけど、なあ、あそこでなんであそこから総理大臣が山のように排出されるのかって、今100台ぐらいなのかな、総理大臣。ちょっとわかんない。適当に言いますけど、えっ、ー、と、50人ぐらいはですね、 田セが関係してる人がですね、総理大臣や、もっとかな田セが関係してる人がですね、総理大臣をやってるような気がするよってことで。岸田もですね、えぇ、ー、あ、岸田で100代なんだ。無関係じゃないんじゃないかとですね、私は思ってるよってことで。はい、もうちょっとですね、えっ、ー、と、田セについてですね、えっ、ー、と、うーん、 よく調べた方がいいよってことで。えっ、ー、と、あとおまけでですね、倒せと言うとですね、はい、ちょっとおまけですけど、倒せと言うとですね、あれこんなに痩せたのこれがそうなのなんか心臓が止まったとかなんかそんな感じの、マラソン走ったら心臓が止まったとかなんかそういうのがあったから痩せたのかな えっと、バウバウのですね、松村さんがあの、田臼出身ってことでね、えっ、ー、と、松村さんがですね、笑っていいと思うとか出ちゃうとですね、えっ、ー、と、安倍晋三から花が届くぐらいのですね、えっ、ーと,えー、と、やっぱ、た、私もあの、田臼の出身なんで、松村さんは応援しないと、みたいな感じでですね、安倍晋三も応援してたんで、まあ、意外ですけどね、えっ、ー、と、この方もですね、 まあ、タブセ出身ってことで、多少は知られてるんじゃないかなってことで、はい。私は、ちょっと知識は薄いんでね、まあ、薄い話をさらっとしましたけど、はい。皆さんでですね、ちょっともう少し、もう少しですね、タブセをですね、えー、調べた方がいいよってことで、日本という国をですね、この山口県のですね、とある小、小さなですね、人口1万人ぐらいのですね、 タブセがですね、えー、何かしらの強い力を持ってるよってことで、また15分くらいになっちゃったけど、はい。えー、調べてみる気がある方はですね、ガンガン調べてよってことで、はい、今回は以上です。